皆様、アニョッスでございます。少々こちら、ご覧いただければと。ゲームに熱中する少女。まだまだ。名前は楓ちゃん。楓ちゃん、ご飯ですよ。待って、今行く。ママか？はい、今回からスタート、巫女学園物語。雰囲気がゆっくりに似てたんで、ちょっとやってみたくなっちゃいました。お、若い、ママではなさそう。この、幸せそうにご飯をよそってるのが、愛咲さなえ。おっぱいがでかい。第一情報それかい。とにかくでかい。しかも柔らかくてたゆんたゆんだ。それは後で確認せねば。おだまり。間違いない。ちょっと楓ちゃん、どこ見てるんですか？そしてとっても優しいいい子で、あ、ドジっ子だったりする。あら、巨乳でドジ、霊夢にそっくり。ドジだけな。危ない危ない。こっちはしっかり者の天才、三原優。みんな同級生かな。何でもできるし、何でも知ってる、すごい子なんだ。おはよう。どう、中ボス倒せそう？萌えボイス、萌えな、松岡修造じゃねえんだぞ。諦めんなよ。諦めてねー、むしろやる気満々だわ。何でしたっけ、月のグラップラー。美しさを捨て、乙女のすべてを筋肉に変えた美少女重戦士さ。すべて筋肉、美少女じゃねえだろ。ゴム隊に暴れ回る。ステージ5が難関でね。あそこまだ私もクリアできてないんだ。楓ちゃん、そろそろ学校ですよ。あと少し。まさかの登校前の時間。しばらくはもう何言ってもダメだよ。ところで、さなえは朝ごはんいいの？はい、実はもう食べてきたので大丈夫です。これはダイエットしてるな。ご飯盛ろうか？いいです。ほら、もうこんな時間ですし。おっと、もうこんな時間だ。そろそろ学校行くか。ここは陽気な。楓ちゃん、そろそろ学校ですよ。負けるか。ダメだこりゃ。ありゃダメだね。楽しそうだし、ほっとこう。白状。え、いいんですか？いいのいいの、楽しそうだしね。やった、勝った。楓殿、わかるぞよその達成感。ゲーム好きなら共感。まさか月が直接押し置きしてくるとはな。あれにはビビったぜ。やべ、遅刻だ。自業自得ね。ということで急いで学校へ。あんた、こんなことしてる場合じゃなかった。早く学校行かないと。お、真っ白な銀世界。結局今回の冬は一度も見れず。次の冬まで気長に待ちましょう。ちなみにこのゲーム、アクション系とかじゃないんで、基本は物語を楽しむ感じとなっております。うん、のほほん系だな。巫女娘が聞いたかっただっぴ。悪者か？今だにょ、聞き。今のうちに巫女服を脱がせて、メイド服着せてやるんだにょ。世界可愛化計画の第一歩なんだにょ。なんだその素晴らしい計画。落ち着け。また何か悪さしてんの？悪さではないにょ、いたずらだにょ。だってこいつは猫妖怪の司、隣にいるのはキキっていうちっこい鬼。どうやら妖怪もいる世界のようです。いつもいたずらばっかりして人を困らせるから要注意だ。こういう時は、問答無用にょ。お前はいつも構ってくれるから大好きだにょ。ツンデレちゃん、やっちまうにょ。やっちまうだっぴ。なんか追いかけっこ始まりました。耳を引っ張るんじゃないにょ。司様に何をするんだっぴ。くらえだっぴ。うん、平和ですな。今だにょ、かわいいメイド服に着替えさせてやるにょ。わー、やめろー、巫女じゃなくなる。え、あれ、遅刻だにょ。遅刻だにゃー。怖い先生に怒られ
られるといいにゃ。まんまとはめられた。さあ、どうやって教室に入る？一人だけ別のタイミングで入るときって、なんか気まずいのよね。うんうん、めっちゃわかる。こちら楓、潜入捜査に成功した。スパイ大作戦。で、あるからして。冬休みだからといって気を抜かずに、事故に気をつけて過ごすように。普通に入りました。なあ、山吹。なんでしょう。それで隠れてるつもりか？やっぱ、段ボール箱で隠れたりしないとダメですかね。ふざけてないで席につけ。これが先生か。段ボール箱かぶったってダメだぞ。ゲームじゃないんだからな。はーい。そんな怖くはなさそう。で、明日から冬休みだ。はしゃぎたくなるのはわかるが、お前ら問題は起こすなよ。問題を起こされると私が困るからな。先生、正直。そうだそうだ。うるさい。では、みんなが大好きな通知表を配るぞ。大好きなのは一部の優等生だけ。じゃない。どの道返す事実は変わらん。そりゃそうだ。1番、愛咲。はい。この瞬間、緊張したな。なんか昔を思い出すわね。ノーリアクション。どうだった？前と変わらずです。頑張ったのに。頑張らなかったら下がってたわけでしょ？まあそういうことね。いいじゃん。そうですね。前向きに考えます。次、三原。はい。さすが優等生、堂々としてます。通知表あるある、オール5じゃなくて落ち込んでる真面目くんが、ムカつく。それはあった。どうだった？上がった。あー、ずるい、ユウバカ。さあ最後、カエデちゃん。私は天才だからね。次、山吹。に。山吹？どうせ逃げられないんだ。行くしかないよ。これは間違いなく、体育だけできるパターン。足取りもどこか重いです。山吹、これがどういうことかわかるか？体育だけは A です。違う、そこじゃない。ご教科を見ろ、全滅じゃないか。あらら。遅刻はする。授業は上の空、いつも愛咲の胸ばかり揉む。見ろ、愛咲の胸を。また少し大きくなったじゃないか。おい先生、何言ってんだ貴様。どうしてくれるんだ。あと、遅刻した理由を言え。どうせゲームでもしていたんだろうけどな。妖怪です。妖怪に落とし穴にはめられて喧嘩になって。うん、そうか。いい機会だ山吹、席に戻れ。いいか、大事なことだからよく聞け。よく聞くように。妖巫子学校は人間と多種族、主に妖怪との強制工場を目的とした巫女を育成する場所だ。だからお前らは妖怪たちとうまく付き合っていかなければならない。一緒に遊んだり喧嘩をしたりするのもいいだろう。強制っていうのはそういうものだからな。だが妖怪に構えすぎて遅刻したり、自分の実生活がボロボロになるのはダメだ。あ、先生らしい。まず自分ありき。これを忘れると妖怪に人生取られるぞ。あと、間違っても妖怪と付き合ったりしないように。不純異性交友は退学だからな。妖怪との恋愛は禁止のようです。解散。あ、そうだ山吹。何ですか？お前、罰として冬休み中は神社のヘルプな。え、冬休み中毎日ですか？うん。って、そんな、せっかくの休みなのになんで？え？だって、先生だって冬休み欲しいし。こいつ最悪だ。
神社のヘルプとかだるいもん。先生の立場、フル活用。仕事は生徒に押し付けてデートとか行きたい。こういうきつい女性も悪くない。実際ド M。横ですね。こんなの、あんまりだ。明日からの冬休み、どうやらゆっくりはできなそうです。いやー、ヘルプの説明長かったね。売店のお守りを売るのにもいろいろあるんですね。交通安全に恋愛成就、安産祈願に厄除け守り。私は全部覚えられたけど、楓、大丈夫？ダメそう。ユウ、後で紙に書いといて。覚えるんですか？ううん、売店に紙を持って行ってカンニングする。神社の売店のアルバイト的な感じだな。さて、もう夕方だし、帰るか。そうだね。って、あれ？サナエ？どうしたの？すみません。ちょっと、校舎見て回ってきてもいいですか？ちょっと、名残惜しくて。こういうのも風情っていうのかね。面白そうだし、私も見て回ろっと。楓、どうする？僕はゲームしに戻るよ。続き気になるし。そうですか。じゃあ、また寮で。またなぁ。風情より、ゲーム。こんなに赤くなってるのに、なんで気づかなかったんでしょう。不思議です。学校が休みになって気が抜けたんじゃない？しかし綺麗だなぁ。やっぱ僕も学校回る！ってことで次回、巫女学校探索よ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、サンキュー。サンキューな。誠にありがとうございます。ワンワン。てんてんてーん。にゃーお。おめえはホモサピエンスだろ。それじゃあまた次の動画で。